感謝の魔法を体験したことある？つい最近、親父が手術を受けての1週間からやっと家に帰った。そして現在は彼は1日2回包帯交換が必要。そのためある会社からナースさんが家でやってくる。昨日のナースは完璧で全てこなした。ちゃんと両手を消毒して、傷も消毒して、優しく絆創膏を剥がした。僕の親父の反応を見ながら、注意を払って傷を治療した。そして本日、僕は寝てたあの間、昨日のナースの同僚がやってきて、そのナースはロシア語を喋って、でも彼女は文字通り、その絆創膏を激しく破り取って、注意をちとも払わず、うっかり手の消毒剤を父親の傷の中に一回プッシュ。それを気づいた瞬間、彼女はその手の消毒剤を傷から拭いたが、その手の消毒剤はもう皮膚の中にすぐに吸い込まれ、手遅れだった。ひどく炎症したから、父親はその激痛で悲鳴を出した。その看護婦が帰った。その後、その痛みがもっと激しくなった。我らはその会社に連絡した。そして同じくロシア語のしゃべるの看護婦が6日やってきた。その同じ人がやってきた瞬間、父親は激動で怒鳴り続けて、治療をせずにそのナースを返された。それからある魔法が起こった。なんとその10分後、彼の痛みが完全に消えた。その理由はわかる？僕は実際に数年前、痛みの最高級の緩和方法は感謝だよと父親に言った。そして僕の親父がそれを覚えて、自分の怒りや皮肉を捨てて感謝にフォーカスしただけ。そもそも怒りって心からの来るの感謝の気持ちの真逆だから、同時に起こらない感情である。親父はどうやってそれを乗り越えた？詳しく知りたい？じゃあ僕に DM をちょうだい。